銀一文字セセリは、蝶木セセリ蝶上下セセリ状下に属する蝶の一種。比較的小型のセセリ蝶。全体的に一様な褐色、黄土色であるが、格子裏に、羽の付け根から外縁に向かって、和名の由来となっている一条の銀体が入るのが、目立つ。この銀体は年最初の発生個体の身持ち、以降の個体ではかすれる。腹部は詰型で微単が尖る。 パルピは大きく、目の上に生えている部分の毛は黒くなる。触角は、セセリ鳥類では、一般的な先端が、鍵状のもので、白と黒のまだら模様である。名の似る一文字セセリとはさほど近縁ではなく、体型を見ても違いが大きい。羽を半開きにして止まるのが普通である、一文字に対し、本種は羽を閉じて止まる。成虫は、年2回発生し、 春型は4から5月、夏型は7から8月に見られる。温暖地で年3回、寒冷地で年1回となる場合もある。越冬体は五礼要虫。食草は、稲科のすすき、油すすき、エノコロングサ、アイアシ、チガヤなど。ソリン、乾燥草原、河川敷、急行田などを住みかとし、前述の通り食草も幅広く。 主要4島に分布しているが、なぜかどこも局所的であまり見られない。しかし地域間個体差が出るほど生息地が分断されているわけでもない。北海道ではやや東部より、本州では北寄りと中国産地。四国と九州では内陸部。国外ではロシア極東、中国大陸中北部、朝鮮半島。昆虫レイレットリスト2000年版。 2007年版にて、純絶滅危惧評価とされている。ありがとうございます。